アイメイクも直してない。まつげが上がってないですね。今日はオンライン話し会でした。オレンジのリップね、置いてきちゃった。サンリオショップに行ってきたんですが、キキララのコーナーが、あれですね、赤ちゃんシリーズですね、今あるのは。多分東京は45周年が置いてあるらしい。お疲れ様でした。楽しかったです。今年も1年、笑顔が素敵でした。今日はありがとう、ありがとうございました。なんかピンクが落ち着かない、どうしよう。まあいいや。よいしょ、よいしょ。今年は一度だけ会えてよかったな。初オンライントーク会はなんか昨日はめちゃくちゃ難しくて分かんなかったですね。初めての人は多分戸惑うと思う。なんか時間を見ながら、なんかいつもだったらはがしの方がお時間ですって言って剥がすじゃないですか。そのなんかわかるじゃないですか。でもオンラインはプツって切れちゃうから、最後まで話すのが、話さないと切れちゃうのが難しかったですね。なんかワンショットはなんかそんなになかったんですよね。でも難しかった、すごい。ワンショットは最初画面が出て、普通にお話し会としてスタートしたかと思いきや、321って出てきて、スクショじゃないや、ショットされるから難しかったですね。その先に多分ポーズはって言わないといけなかったんですけど、それが難しかったです。でもそう、なんかファンの方もその電波の問題とかですごいね、難しかった方もいたので、そのファンの皆さんもこの環境が一番つながりやすいんだとか、メンバーもこういう方がやりやすいんだっていうのがもっと分かったら、楽しい、もっとなんか今回も楽しかったんですけどね、もっとあれかなって思いました。1日目と2日目で端末変えました。あ、そう、なんかそういうのもあると思うんですけど、やっぱ1日2日じゃまだつかめない部分もあるじゃないですか。だからあと初めての方とかは特に、だからお互いすごい探り探りで、イヤホンを、そう、なんかイヤホンがなくても聞こえる方とイヤホンがないと聞こえない方もいて、そういうのもなんか難しくてなんか自分の声が聞こえてるかも分かんなかったから難しかったですね。だからその Wi-Fi の方がつながりやすい人もいれば、多分 4G の方が使える、なんかつながりやすい人もいるだろうしっていうのが難しかったです。そう聞こえるみたいな言ってる時間がすごい申し訳なかったなって思いました。なのでファンの皆さんもなんかめっちゃ環境を整えて、そうやったら、なんかそう、でもファンの皆さんも結構コツを今日
昨日と今日で掴んでくださって、あの私が時間に気づいてなくても、あそろそろ時間だねみたいな言ってくださって、すごいね面白かった、楽しかったです。そう、そう、1枚よりはもしかしたら なんかまとめで出せるんだったら1枚ループよりもまとめの方がいいのかなって思ったりしましたね。それはそう、イヤホンはつけた方が、イヤホンマイク、マイク付きイヤホン、んイヤホン付き、マイク付きイヤホンがある方とかは、あのそっちの方がいいかもしれないです。確実かもしれない。まとめ出しは結構余裕がありましたね。あと時間は出るので、あのそろそろお時間です、まもなくです、お時間ですが出るので、すごいあの分かりやすいとは思いますね。あ、そう、あとそうニックネームを登録できるので、ニックネームの名前を、あの普段のショールームの名前とか、ツイッターの名前とかにしてくださってる方は、あのすぐ分かりました。逆になんかいつも来てくださってるのに名前だと合ってるよねみたいな、なんかすごい不安になっちゃう。でも分かったので大丈夫でした。だからもしそのなんか本名はなんか多分もうバレるのかな本名バレは不可避らしいんですけど、多分だからそのニックネームをいつも使ってる方とかはもしかしたらそっちの方があのいいのかなって思いました。本名とニックネーム、そうそう、ニックネームが出ますね。本名も出る。でもなんか1回目と2回目で名前違う人とかもいて、すごいなんかはっってなりましたなんかはっはってなりました。なんか難しい、バレて困るような本名じゃないですそう、なんかでもね、本名でなんか覚えてる方もいたから分かった。そう、ニックネームがそう枠ごとに決められるので、なんか1回目と2回目なんか名前が違うんで変わってるんですよ。だからえみたいな、焦った、ちょっと焦った。でも大丈夫でした。私は記憶力が多少はいいのかもしれません。あ、なんかショールーム、確かになんかショールームのアバターとかを、ね、でも分かりますけどね、名前で。そう、あとなんかすごいファンの皆さんの私生活が垣間見えましたなんかすごいね、すごいなんかなんだろう、生活感、なんかすごい、そう、同じ世界に生きてることをすごく感じました。メンバーごとにニックネーム変えるいや、なんかそんな、なんか多分みんな結構割となんか背景がごちゃごちゃしてないところでやってるんですよ。でもなんかやっぱ見えるんですよ、なんかそのみんなあのうちわとか置いてくれたりして、そう、みんななんかうちわを置いてくれたりとか、あと誕生日パーティー仕様にしてくれたりとか、あとなんか好きな人形を置いてる方とかもいて、あーみたいな、私もそれ好きみたいなのもあったり、なんかねすごいね、みんなの個性が出てて面白かったです。生誕ティー飾ってたけど話題にできませんでした。そう、そういうのもあるかもしれない。生活感がバレる、いや、バレるっていうかなんかわかる
でもなんか結構家族バレを回避しているのか外でやってる方とかもいましたでもなんか外は外で面白かった。なんかそう、なんか他のグループでなんか京都とかかなんかその地元の名所を巡る人がいたらしいですね。なんか見た、なんかで書いてあった気がする、ツイッターかな。そう、まあ、でもそういうのはね、周りに気をつけながら、人がいないところを探さないといけないんですけど、ああそう、お部屋がね、そう見られたくなかった、まあそういうのもあるかもしれないね。黒ワンピース可愛いでしょ、一目惚れ。お米、そう、なんかあ、なんかね、すごい結構なんか車は結構ホットスペース、わかんない、ホット、車の中はホットワードだった、割と結構いました。この服はシュクリエっていう通販で買いました。かわいい。誕生日パーティーは楽しかった。お肉食べてパフェ食べました。美味しかった。池田さん家の天井映ってた。天井はさすがに。もう私本当に部屋に白いところがないのがすごい困ってて、ポスターを天井に貼ればいいんじゃないかって本気で思った時期がありました。やめたけど、落ちてきたらぐしゃぐしゃにしちゃうと思ってやめました。なんか誕生日ケーキ食べたかったんですけど、ちょっとそう、私が食べたかったケーキがなかったのでパフェ食べました。ポスターは貼るところはあります、剥がしたので何枚か、白い壁作りに剥がしたのででも貼りたいですね、もっと本当は。でもなんかポスターって色あせちゃうんですよね、日差しで。何枚か色あせてる。あ、15分経過しました。イさんに会えてないんですよね。あ、イさんでもこの間あったけど、あ、イさんはお土産を、写真を見せてくれました。そう、まだケーキは食べてない。そう、あと5分ぐらいかな。そう、なんか18歳になったので、多分ルーム自体は10時まで12時までできるんですけど、切れないんですけど、高校卒業するまでは10時までらしいですので、10時になったら切らないといけないので教えてください。遺産の部を把握してるのがさすがでした。まあね、そう、リカさんが昨日は4時半だったんですよ。で、今日が11時半だったんですよ。で、私は昨日が11時半で今日が4時半だったんです。逆ってなりました。日本語が。あと3分です。2じゃないよで、川島のバースデーサプライズにチマニャンコンビを選んだ大人ナイス。そうね、ちゃんとね、仲いいの知ってて選んでくださった、嬉しい。あ、ということで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。 M1 の結果発表だって、
私まだ見れてないんですよ。でもあのユニバースさんがあのユニバースさんの川瀬さんがユニバースさんじゃないなんだっけ M1 を優勝したら辞めるって言っててすごいねなんかユニバースさん出るかなってすごい緊張してました。ということで皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい。あまだあと1分ある、まだあと1分ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。